こんにちは、信太郎です。キャプチャーボードを使ってゲーム実況をしているとき、こんなこと思ったことないですか？ゲームの切り替えがめんどくさい。僕が使っているキャプチャーボードは HDMI ケーブルを1個しか挿すところがないんです。で、僕が持っているゲーム機は、まあ、PS4 とレトロフリーク、まあ、2つなんですけど、結構ね、両方とも頻繁にやっている時期があって、交互にとかやってる時期があって、その場合一回一回抜き差しをしてたんですよ。マジでこれがめんどくさかった。まあ、なんとなくね、これを解消する方法は想像はついてたんですけど、なんか調べたり買ったりするのもなんかめんどくさかったんですよね。しかしね、まあ、あまりにもめんどくさかったんで、この重い腰を上げついに調べました。そしてあるものを購入して生活が一変しました。急がば回れというのはこのことですね。このHDMI 切り替え機、分配機、呼び方はちょっとどっちかわかんないですけど、これめちゃめちゃ良かったです。この切り替え機、どうやって使うものかと言いますと、普通はゲーム機、キャプチャーボード、PC をこの順に繋いでると思うんですね。で、このゲーム機とキャプチャーボードの間に切り替え機を繋ぎます。さらに1個繋ぐってことですね。で、この切り替え、僕が買った切り替え機には5つの HDMI ケーブルの穴がありますので、ここにあらかじめゲーム機のケーブルを全部つないでおきます。ある分、そうすることによっていちいちゲームやるたんびに、差し替える必要がありません。僕はね、それを切り替えるときに手動だと、まあ、位置的にもちょっと面倒だなと思い、リモコン付きのものを買いました。まあ、リモコン必須かなと思って買いました。しかし基本的には、まあ、ゲームをつけると勝手に切り替わるので、僕の場合はほぼ必要なかったです。僕が買ったやつの場合はほぼ必要なかったです。で、たまに切り替わらない時がありますので、その時は使ってます。まあ、これ自体はリンク貼っときますけど、Amazon で1300円ぐらいで購入しました。リモコンいらないならもっと安いのとかもあるかもです。割とちょっと適当に選んじゃったんで。で、もしかしたらですね、キャプチャーボードとか関係なく、ゲームの切り替えとかに使えるのかもです。もしそうだとしたらかなり便利ですね。とりあえず僕が使っているキャプチャーボードでの動作環境はバッチリです。まあ、ゲーム機が2台以上あって、キャプチャーボードを使ってる人は使用をぜひ検討してみてください。めちゃめちゃ楽になります。今日は、その切り替え機の紹介でした。それでは。